こんにちは、スーパーラビットのピーター・ランです。今回作っていくのはこちら、これを使ってこの部屋いっぱいの大きな綿菓子を作っていこう。なので綿菓子の家を作るっていうのが今回の企画です。もう一番日本ででかいね、大きな綿菓子を作ってそれを全部食べるっていうね、そういう企画をやっていきたいと思います。ということで今回もワールドクッキングレッツゴー。それではね、早速1個作っていきたいと思います。ここでは説明書とかないんですけど、この真ん中に、まあ、入れるみたいなんですね。すごいすごいすごい、またどんどんできてる。面白い。これはやっぱ子供にね、これがね、これ同時にやれば多分一気に大きな綿ができる気がする。じゃあちょっとこの調子で次々にもう一気にワールドに今回もクッキングやってきて、バーン、電源オン、電源オン、バランスバランス、バランスバランス、ボンズキボンズキ、あれあらあれ、ブレーク落ちた。はい、ということで今回のワールドクッキングも以上となります。ありがとうございました。バン。さっきちょっと実際やってみてブレーカーが落ちるっていうね、ちょっと新しい方法を試してみたいと思います。一人でやるの今回さすがに比較的厳しいんで、ダンサーに呼びたいと思います。何人か協力者を呼んでこの綿菓子をもう完成させるっていうところまでね、やっていきたいと思います。ってことでダンサーに連絡しますわ。彼大体暇だと思うんだよね、まあ、彼は基本的にはニート生活してるんで、なんか綿菓子作ってるんだけど、綿菓子機で作ってて結構ね労力がかかるから、何人か友達呼んできてみんなで作りたいんだけどさ、綿菓子好きのみんな集めてそんなにお待ちしてますんで、あの来てもらってよろしいですか。いとも振る。じゃねー。すごい、私え、すごいすごいすごい、どうでしょうどうでしょう、すごいすごい、チームダンスみんなおいでおいで、私大好きチームダンス、めちゃくちゃなんかすごいバラバラ、めっちゃバラバラしてるけどさ、ネクタイしてるけどさ、なんか普通のサラリーマンじゃない、そこに拾ってきたでしょ、完全にチームダンス、チームダンス、誰だぞ、絶対一人サラリーマンはさ、おー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 、やっぱりさすがのね、綿菓子も俺らの綿菓子愛にはやっぱちょっとオーバーヒートしちゃったみたいね。結構なんかこだわりですよね。いい感じ。あ、すごい。大変では分かんないかもしれないですけど、結構ここで時間かかってるんですよ。だいたい3時間ぐらい。ダンサーこの中入って。えぇ、ー、この中入る。うん、めっちゃいい。あそこ乗った感じ。じゃあちょっとさ、なんかこれあの潜れるように布団がなんかうまく準備するから、俺ちょっと準備してくるわ。はい、ちょっと待ってて。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと準備するから、ちょっと待って。なんかやっぱなかったドンって言ったけどさ、なんかあざっていけんじゃん。どうして、えマジ、ええ、いやもう勝手に布団になってる。いや、ダンサー食べよ、変身がするから、食べて食べて、ダンサー美味しい、美味しい、美味しい。なんか、どうこの布団。あったかい。あったかい、うん、風邪ひかない。本当に、いや、それマジ言ってる。いや、でも、一番そういうのはあったかい。検証結果はあのもう綿菓子はあったかいということでした。バン、うん、これちゃん食べよう、全部食べるよ、今なら全部食べるよ。
この後ね、はい、片付けして、食べや食べや。